焚き火。焚き火とは、講技では、火を焚くこと、火を燃やすこと、及び、その火を指す。講技では、木の枝や落ち葉、焚き木などを地面その他の一箇所に集めて燃やすこと、及び、その火を指す。伝統的には焚き火、焚き火、噴火と読み書きし、その他、焚き火とも記す。落ち葉を使った焚き火は、落ち葉焚き、落ち葉焚き。季語としては落葉、噴という。 基本的に直接に地面で行われるが、キャンプなどでは専用の焚き火台、焚き火台、噴火台、焚き火台が用いられることもある。北京原人の遺跡には焚き火の跡が残っている。遺跡の灰の状況から、彼らは火を絶やさせない工夫を行って、日常的に焚き火を行っていたことが確かめられている。つまり、少なくとも約五十万、約四十万年前から、 人類は焚き火を行っていたということがわかる。また30万年前のネアンデルタール人の遺跡からも炉の痕跡は見つかっている。焚き火は熱源及び光源としての役割を担う。焚き火が簡単な技術でないのは子供に焚き火をさせてみれば上手に焚き火ができるこの少ないことからもよくわかる。焚き火をうまく行うには火を恐れない精神構造を獲得し、 火の性質を理解した上で、焚き火をくべるタイミングを適切に行い、一連の作業を適切にこなす必要がある。このことから考えて、人類の祖先は何度も火と遭遇する中で火に関心を抱いて、観察や身を行い、焚き火を行う技術を確立したと推測される。つまり、以下の段階を経たと考えられる。観察と実験の機会としては、 落雷や風の作用による自然発火がもたらす伸びとの偶然もしくは必然の出会いが通常的に考えられるほか火山噴火口や溶岩への積極的接近もあり得る。発火技術の発明と発火技術の向上はクロマニョン人の時代ホモサピエンスの一派として著名なクロマニョン人とまだ知られていない同時代の同類が活動した時代になされたと考えられてる。 焚き火の際に発生する煙は、これを積極的に利用する発想につながり、いつの頃からか目視による通信手段の一つであるのロしが考案され、古代ローマ時代以降では軍事目的の通信にも利されるようになった。炎や火に信仰が寄せられることはよくあり、それに関連して野外での焚き火が宗教的に行われることもある。 いわゆる火祭りでは大きな焚き火が作られることが多い。バラモン教に起源し、仏教や神道にも伝播しているゴマも、焚、役を原義とする焚き火の儀式である。また、かがりを用いたかがり火ではあるが、日本伝統の焚き技能も、決して遠いものではない。英語では焚き火を、A-fire、a b o n f i r e 焚き火をすることを、ビルド、A-fire と表現する。b o n f i r e については、 後期中英語のベインファイヤーが語源であり、薬病で死んだ人や、罪人の骨を燃やす昔の厳粛な行事に由来があるとされる。フランス東部及び南ドイツ地方には、厚生、ヒノコ炎イコールかがり火、かがり火という習慣があり、クリスマスなどで使用したもみの木などを、灰の水曜日ファンクンセンウンタグ、フンケンゾンタークに燃やして祈る習慣がある。これは、 キリスト教の到来以前から当地にあった異教の習慣の名残とされ、2010年にはオーストリアのユネスコ無形文化遺産に指定された。花火を詰めた人形を魔女に見立てて、モミの木に植え付け、一緒に燃やすのが特徴である。キリスト教国では広く、聖ヨハネの日の前夜に、焚き火、聖ヨハネの日を灯す習慣がある。焚き火の痕跡は、旧石器時代、 1> 約1万8000から1万6000年前のものが、長崎県佐世保市の洞窟内で見つかっている。文献的な書室は、日本初期の天石窟の城の、ひところ焼き、小所滝とされる。また、平安時代の古語周囲には、定量挙してとあり、礼儀具にも、同類の記載がある。この時代の宮中や、神社の夜間の儀式では、定常的儀のところに穴を掘って日ろ、 小どころとなし、松巻を摘み、火を焚くことが見られた。日本人は焚き火を晩秋から冬にかけての季節の風物詩と捉え、自宅のには自社の境内、その他の公共の場、昔ながらの趣きで言えば、町内などの落ち葉や枯れ木の焼却処分を目的に、焚き火、落葉焚きを行ってきた。単に燃やすだけではもったいないと考えたため、さつまいもや餅、みかん、 栗の実などをくべて、焼いて食する文化を持っていた、焼き芋、焼きみかん、焼き栗など、大晦日の自社境内で行われる焚き火などは、今も昔も変わりない風情を持って、人々に楽しまれている。俳句等において、焚き火、焚き火は、朝焚き火、夕焚き火、夜焚き火、焚き火跡と,と共に三等の季語である、分類は人事。また、落葉、落葉、落葉、ん、 落葉滝、落葉滝、落葉滝、落葉滝も三等の季語である分類は植物、人事。また、1941年、昭和16年に発表された同様、焚き火は昭和世代を中心に日本人が慣れ親しんできたものである。屋外で火を焚く行為、焚き火は自然と天候や気温、地形、地質など様々な障害を受けることになる。 そこで、各状況に順応した工夫をもって火を操る。高雨や高雪地などのように、湿気が多く、焚き火が困難な状況では、焚き火をナイフやなたなどで細かく、ささかき状に傷をつける。濡れた表面をそぎ落として乾いた内部を露出させ、表面積を増やすことで着火性を高めるのである。雪上や寒冷地では、濡れた地面に直接焚き火を置けないため、太くて、 燃えにくい生木で火床を作り、その上に焚き木を並べて焚き火する。焚き木を組む際は、中心燃料となる太い焚き木を格子状に組み上げ、日本での場合、細かく咲いた焚き木、松やヒノキなど天然樹脂を多く含んだ、新葉樹、よく乾燥した落ち葉、白丹波の樹皮などを同年剤として格子の中で焚く。 火力をうまく売ることができれば、相当大きな倒木や流木なども本燃料とすることができる。焚き木が湿っていたり、生木を燃やす場合は、笹かきにして、ひどことして並べる。ないしは、同年剤や乾燥した焚き木が燃焼している周辺に、格子状に積み上げ乾燥させながら、順次投入する。一方、乾燥した気候や地形では、安易な焚き火が、 周辺住居への火災や大規模な森林火災、山火事の原因となる可能性があるため、気候条件や地形、地質に対しては十分な配慮を行う必要がある。焚き火で調理する場合、炎を安定化するために石を積んで囲うなど、簡便なヘッツイ、かまどを作る場合もある。イット缶やドラム缶が箇所、ひどことして利用されることがあるが、 通気口を開けていないと不完全燃焼によるすすが立ち上りやすい。焚き火は管理を誤ると容易に火災となりうる。林野町の調査によれば、日本国内の山火事の原因は、落雷など自然発火によるものは稀であり、ほとんどが人為的な理由であり、その中で最も多い原因が焚き火であったと分析されている。現代日本では、公園や河川敷。 会品など、公有地での焚き火行為は管理者、自治体等によって禁止されていることがあり、勝手に焚き火行為を行っていると管理者に注意、警告されることがある。また、公有地、私有地を問わず、各自治体によっての焼き焚き火行為が、法律、条例によって制限されていることがある。これらの規制は、山岳等での遭難時や被災等により、 緊急避難として行うものを想定したものではなく、例えば、自然公園法21条3において、ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う、行為はこの限りでないとしている。規制範囲は、焚き火の規模や性格によって軽微なものは、規制されていない場合が多い。野焼き及び焚き火に関する現代の規制としては、以下のものがある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。